防水じゃないステッカーの場合はどうすればいいですか。はい、まずですね、防水じゃないステッカーはスノーボードに貼る用ではもともとないので、そこはステッカーの種類っていうのがあります、ね、スノーボードに貼れるステッカーっていうのはもちろん耐水性あります。耐水性あります。で、次に耐光性、光にも強い、紫外線に強いんですね。紫外線に当たっても変色しづらい素材を使ってます。で、室内用だとかノートとかにペタペタって貼れるようなステッカーっていうのは紫外線浴びると変色します。色薄くなったりとかしてるのって見たことありますよね。なんかね、そういうの色変わっちゃって、紫外線とかで光が当たっていると。で、そういうのを外用なので、紫外線が当たっても色が変わらないようにもともとなってる素材なんですよ、そういうスノーボード用のステッカーっていうのは。ただそれが耐水性じゃないステッカーっていうのはそういうのはされてないものが多いですから変色します。日光が当たるとどんどん色が薄くなっていってしまったりだとか、色が変わっていってしまいますので、なのでもともとスノーボードに貼る用ではないっていうのがまず前提で思っておいてください。ただどうしてもそれを貼りたいっていう場合は、こういうカッティングステッカーっていうやつのクリア、透明のやつが売ってます。透明のやつ売ってます。車屋さんに行くと買えます。車屋さんに行くとカッティングステッカー、カッティングシートっていうのがロールで売ってるんですね。で、何メーター売りみたいな感じで、何センチくださいみたいな感じで売ってるんですけど、多分ね、文房具屋さんでも売ってるのかな。多分車屋さんっていうか、カー用品店ね、行くと売ってます、ね、そこ行って透明のやつを買ってくる。で、透明のやつをその防水じゃないステッカーを貼った上に、まあある程度の大きさ、はみ出すように切ってあげて、それを貼ってあげて、今日やったのと同じような工程で空気をしっかり抜いてあげる。そうすると水が入ってこなくなるので、そういう防水じゃないステッカーも防水加工ができるようになりますので、一応貼ることはできます。ただ光にはね、弱いのは間違いないので、どうしても色は変わってくるかなとは思いますけど、そういう風に貼ってあげていくと良いかな。